んなところにお団子発見。もう、ママのノノ様のところにお団子発見。もうね、ダイエット中だからもう絶対買ってこないでって言ったのに。それも買ったって言わないんですよ。もうびっくり。お団子発見。それもあんこ。え、賞味期限が今日何日？買ってきたばっかり。もうね、ダイエット中なんで、リーマンパパにもう甘いものとかお菓子絶対買ってこないでって言ってあるのに、もうそれも私の大好きなお団子、お餅好きなんですよ。まあね、うちはもういただき物とかフルーツとか買ってきたものをのんの様に一応こうね、あとは見送った子供たちわんこたちにあげて、それからいただくという習慣をつけてるんですけども、だからそこに載ってたのわかるんですけども、買ってきたって言ってないよ。いやー、美味しそう。ごっくん。生つばごっくん。もう普通はですね、お醤油の団子と、それからこのあんこと両方買ってくんですけど、なんかあんこ、実はね、私ね、ちょっとここのところ、ああ、和菓子が食べたいなと思って、ネットとか見てたんですよ。でもネットで取り寄せると、冷凍とかなんで、やっぱり作りたての和菓子食べたいなとか思ってたんですよ。もう食べる気ないですかね。うち帰ってきて食べようと思ったらないみたいな。でもね、普通これはこの手はですね、キッチンに直接行くはずなのに、あそこに乗っかってそれも私に言わないで、もう開けちゃうよ。綺麗な団子三兄弟。これね、自分で作るとこう綺麗にはいかないんですよね。で、ちょっといただけますかね。子供たちがやっと落ち着いたので。ちょっとね、焼いた感じがしますか。食べちゃうもんね。いただきます。うん、たまりませんもん。キッチンでよくね、こんなもの買ってきたのって発見することがあるんですけど、まさかあんなとこにお団子があるとは。一人住まいの時には考えられないことなんですよね。なんか必ず仕事行く前には部屋を片付けて、帰ってきた時には綺麗でそのまま休めるわっていうのが私好きなんですよ。帰ってきて散らかってると、ああ片付けなきゃっていうのが結構苦手で、昔から仕事行く前は片付け、今はね、ワンコがいるのでなかなかそうはいかなくて、もうああやってね、マットなんかね、綺麗にしてもね、こうやってほじほじねやってね、一日中ね直してる状態なんですよね。だけどやっぱりね、同居人がいるとね、あれ？ここにこれがあったっけ？ってあるんですよ。でもね、そこがね、
一人住まいじゃないとこの面白いとこなんですよ。でもね、やっぱりね、年の差を感じますよね。あ、ちょっとすいません、椅子の上正座します。どうもこの洋風が苦手でね、もうどこでも正座するんですけどね、面白いとこに面白いものがあるっていうのはですね、お風呂場にですね、ジュースの缶がね、飲んだ後の缶があったりね、なんだろう、これはキッチンにあるもの、これはゴミ箱の中にあるっていうものが、お風呂場から出てくるっていうのがね、もう私的にはびっくりなんですよ。でもね、お互い様なんですよね、私ね、ちょっとね悪い癖がありまして、白状しちゃいますけれども、ですね、靴下履いてお布団に入るんですよ。それで最初は足を温めるために履いてるんですけど、で起きて脱げばいいんですけど、もそもそっとね、足でねこうやってね脱いで、すいません、布団の中にね朝起きるとこうやって残ってるわけですよ。それをですね、そのままにしとくと、帰ってきてすぐ洗濯したいリーマンパパはそれを見つけて、靴下ね、今団子ですけど、これ洗濯とか言われるんですよね。まあ人それぞれでありますけど、でもね、家の中のものがね動くって、なんかこうストレス発散になるんですよね。よくね、ちょっと落ち着かないっていう時に、またちょっと心理学の話になるんですけど、例えば、お醤油とおソースがテーブルの上にあったとすると、それをねこう入れ替えるだけでもね気持ちが変わるんですね。で、今はねちょっとお家にいることも私も多いんですけれども、ちょっとね、ちょっとストレスってあんまり感じない方なんですけど、溜まってきてるかなと思うとちょっとね模様がしたりとかするんですけど、それだけで全然気持ちが違うんですよね。でもね、まあそう言いつつね、家の中のものが動いてるっていうのは結構楽しいですよ。もうね、今回の正月はお餅集まりそうな、今回の正月はですね、1日は必ずお雑煮から始まるんですけど、もうちょっとダイエット中なので、お餅やめようかな、お餅買うのやめようかなって思ってるんですけどね。でもお裾分けでいただくんですよね、お餅ね。好きなものは好き。よくね、食べてる最中に物を喋るなってね、親に怒られたんですけど、ちょっとすいません、行儀悪くて。なんと言ってもリーマンパパは10歳下なのでね、感覚の違いはやっぱりありますね。食べ物の感覚はなんとなく私が今作ってるの合ってきたんですけど、和食を食べながらコーラを飲むとか炭酸系飲むとか、まあ、ちょっとこのね、お茶派の私にはちょっと考えにくいことなんですけど、あとはですね、よく昭和のですね音楽を聴きながら、あ、これ知ってるなんていうね、あ、知ってる知ってるって言うんですけど、もう主人は音楽が大好きで、CD 買うの大好きなんですよ。で、結婚当初は一部屋本当に蔦屋さんっていうぐらいCD が山盛りになっていて、で、一つにつきですね、3枚ずつ、で、その時レコードですよね、 CD もそうですけど、レコード、あと LP もまだあったかな、その時は。で、一つはしまっておくもので、一つは飾っておくもので、一つは
何ですかね、あの聞くものみたいな感じで3つ必ずねごめんなさいね、えみちゃんがね、これアピールなんですよ。咳してるようでね、ちょっと抱っこしますね。えみちゃんおいで。はい。ねえ、なんか抱っこするとね、なんかしてもらえると思うようになっちゃったね。そう。でね、必ず3枚あって、で、あの、私だけじゃなくてですね、もういろんな歌手の方なんで、外国のアーティストの方の、あの、うん、音源もたくさんあって、よくね、あのショーの構成なんかやってると、ね、資料としてね、私の曲なんかもあれこんな曲あったよねって言って資料を探すんですけど、会社になくてリーマンパパに聞くとフォト出てきたりするんですね。それからね、もうね、私のだけじゃなくって、とにかく音源があのこんなの欲しいなとか、あこんなイメージなんだけどって言うと、もう音楽が大好きで取り寄せてくれるんですね。で、あの、エレファントカシマシさん、はい、これ私がね、この間キッチンで あなたっていう歌をね、カバー曲をあの口ずさんでたら、もはやもう取り寄せてくれて、ちょっとこれあのビニールかかってあの光っちゃってますよね。ちょっと出しますね。あれ、どうやって出すんだっけ。これね、出すにもね、リーマンパパさんこだわりがあって、ビニールかけたまんまでここだけ切ると綺麗に出るそうなんですよ。あ、これはこのまま出すのか、ビニールかけたまんまでちょっと加湿器の隣置いといたらね、あの CD がね悪くなっちゃうとか言われて、はい、これを取り寄せてくれました。でリーマンパパさんはたまにあの箱が届くんですけど、このプラスチックケースを大量に仕入れるわけですよ。でそれで古くなった CD の、 あのこのケースを全部入れ替えてきれいに並んでるんですよ。でその一部屋ね、あの CD とかレコードとか埋まって、もう本当に山積みに一部屋になってる時にでも、どこになる何があるかすごくわかるんですよね。いやーすごいなと思いますね。でこの曲をね、私もちょうどあの買いたいなと思ってたら、もう買いたいなってあのポチッとしようかなと思った次の日にはね、あのコットンドーって言ってね。そうなんですよ。まああの共通点はねなかなかないんですけど趣味も違うしね。私は音楽は仕事で聴いてるので、家に帰ってくるとテレビもつけない、それから音楽もかけないっていう感じなんですけど、何やるにもリーマンパパさんはあの音楽をかけていたいっていう感じで、最初我慢してたらしいんですけどね、最近はかけていいよなんて言ってね。はい、だから何ですかね、その感覚の違いがやっぱりあの認め合うことで楽しくなるっていうんですかねもう絶対お風呂場にジュースの缶なんか絶対やだと思って、許せないと思ったらそれで終わっちゃうんですけど、あのまあまあいいかと思うようになるとね、まあいいかなっていう感じですよね。はい、今日はちょっとあの私の大好きなお団子がですね、あの思わずとこにあったもんですか、そんな年の差結婚の話になってしまいましたけれどもね。えみちゃんね、え家にいろんなものがたくさんあって楽しいよね眠たい眠たい、うん、そっか、じゃあ寝んでしてくださいということで、思わずね、あの思いもかけずにこのお団子が食べれて、はい、ありがたいありがたいでございますはい、いつもね、あのご視聴ありがとうございます。あのいいねも本当にありがとうございます。ご登録も本当にありがとうございます。またね、あの我が家のことでね、発見があったらビデオを撮りたいと思いますけれども、あの10歳年下の旦那と大丈夫ってよく言われるんですけど、なんとなく向こうも合わせてくれてね、お互いに合わせながらやってますのでね、はいということで、お団子いただきたいと思います。
ありがとうございました。ダイエットは明日から。